何時？すごい、暑かったですね。なんかちょっと、それとは反対に。ゆっくり聞いてもらえたら嬉しいです。え、何？思い出したのある？私だけかな？思い出したんですね。いや、さっきのね、3年生企画、めっちゃ感動した。うん、言葉では表せないけど、うん、でも気持ちはちゃんと伝わってるよ。本当にありがとう。そうですね、もう1曲目やったのは愛を込めた花束っていう曲で、この曲はなんかずっとやりたかったもうタイミングがいいのかなと思って最後にやりました。合宿の時にはね、なんかスーパーフライやったんですけど難しいですね。もうちょっと勉強してみます。いや、な、何喋るの？こういう時私が弾き語りを始めたのは、いつだっけ、2年生の銀杏ぐらい、違ったら、うん、違うって感じなんですけど、確かそうだったんですけど、うん、なんかあの時から変わらず、やっぱり、なんか一人でここに出てきて、歌ったり演奏したりするのってやっぱ緊張するなって思いますね。なんか学科の方でもそういう風に人前でやるっていうのはあるんですけど、どうしても伴奏者がいるんで、ちょっとすごく心強くて、そこに伴奏者いるかな。そうなんで、やっぱり一人だと緊張して、今もそこは変わらないですね。私、追い出しっぽいこと本当にいないんですけど、本当にごめんなさい。言えないんですけど、うん、なんか最後に私たちからのメッセージってなるかなと思って、なんか今どれくらい出せばいいか分かんなくて、なんかすみません、勝手にごめんなさい、あるかなみたいなと思ってるんで、まあ なんとなく喋るくらいだけど、うん、でも本当なんか何回も出てきて、何回も出てきてっていうか、その2年生の確かだったら2年生の銀杏から何回かこのステージを踏んできて、一人で弾き語りをするっていうことを、なんかもういつもこの見てくださる方々が本当になんか温かく見てくださって、なんか、まあ、本当それだけですごく嬉しくて、でも本当緊張するんですけど、やっぱ次も新しい曲挑戦してみたいなとか思うことがたくさんあって、まあ多分私が人前で弾き語りをすることも今日で最後かなって思うんですけど、うん、でも最後だからこそ、最後だからこそっていうか、まあ、今ピアノやってる子たちに限らず、本当になんか後輩の子たちはなんかもしかしてなんか気を使ってくれて
私の弾き語りがやばすぎて気を使ってくれて、弾き語りをなんかやらないでくれてるのかなちょっと勝手に思っちゃってとかしてるんで、なんか本当に本当にこれから弾き語りできる人たくさんいると思うので、うん本当これからなんかチャレンジしていってほしいなって思います。うん、そうやっぱりそういうなんか頑張ってる姿を一番近くで、まあまだ私は集団にいるので一番近くで見守って言われる人になりたいかなって。だから多分普通のなんか外の人が来ないようなライブとかも勝手に来るかもしれないけどいいかな多分そんな感じだね。うん、あまた後で喋る機会があったら、うん、まあ、また喋ろうとってなんかそういうあるかどうかわかんないですたつもあるし、次の曲で最後です。なんかこの曲やってると、うん、なんかなんだろう、これから生音で頑張っていく後輩に対してのメッセージでもあるし、なんか。もう同期はいないけど、その中で自分、まあ自分一人でというか、まあ、同期がいない中で学校で頑張っていく自分に対してのなんかエールじゃないけど、そういう歌詞っていうかこの曲にはなんか詰め込まれてるかなって思っていて、そういう曲を、まあ、最後にやりたいと思います。やります。2曲目は、ドリカムの何度でもをやります。はい、ありがとうございました。伝えた
ありがとうございました。